今回は、ワイヤレスイヤホン GT1 の紹介をしていくよ。おいおい、イヤホンレビューなんて、そんな YouTuber みたいなこと、いつからするようになったんだ。ありがたいことに EKSA 様より案件をいただきました。マジかよ。ということで、とりあえず中身を確認してみよう。開封開封。あれ？よいしょ。こうか。いや、これは、おい、大丈夫か。手袋で、滑る、ぐぬぬぬぬ。それで開封した中身がこちらになります。3分クッキングから学んだテクニック。イヤホンケース、イヤホン、イヤーピース、充電用ケーブル。ふむふむ、中身はこんな感じなんだな。イヤーピースは大中小の3種類が付属していて、デフォルトは中くらいのが付いてるから、それのサイズ感次第で大と小に変えてみるといいかもね。そして充電ケーブルはマイクロ USB のタイプ C 端子と USB のタイプ A 端子のものだな。タイプ C はありがたいわね。向きも気にせず済むし、タイプ C もかなり普及してきてるからな。あ、そうそう、説明書のこと忘れてた。こら、しっかり日本語で書かれた説明書が付属しています。おお、日本語の説明も書かれてるんだな。違うわマリサ、日本語オンリーの説明書よ。各国の言語の中に日本語が混じってるのではなく、日本語のみで書かれた説明書が入ってるの。そりゃすごいな。だから日本語の説明を探す必要もないし、使い方も図で説明されてるから、一目でわかるのよね。説明書をさらっと見れば即使えます。ちょっとケースも見てみるか。なんだろう、このいかにもゲーミングイヤホンみたいなデザイン。だがゲーミングで通じちゃうこのデザイン。後ろにはマイクロ USB のタイプ C 端子。ここにケーブルを挿して充電するんだな。充電するとこの両側面の矢印ラインが点灯し、これで充電の残量がわかるよ。充電の残量度合いは右から、100% から 75%、75% から 50%、50% から 25%、25% から 0% となってるぜ。このデザインはシンプルで見やすいわね。さて、充電もある程度できたことだし、いくつか曲を聞いてみようかな。まあ、権利関係で音楽を流すことはできないので、これを背景にこの EKSA GT1 の特徴と聞いてみた感想を話していこうかな。ちなみに検証環境は映像の通り、iPhone SE の第2世代と Amazon Music です。まずは特徴から、主にプッシュしたいのはこの4点。ゲームなどでも使える38ミリ秒の超低遅延、最大36時間再生が可能な充電容量。注意してほしいのはケースに戻して充電することで最大で36時間もの再生ができるというところ。イヤホン単体だと一度の充電で連続6時間の再生が可能となってるぜ。また、通信は Bluetooth 5.0 に対応していて、安定した接続が保たれるよ。それはありがたい。あとはゲームと音楽でモードを切り替えることができる点と、操作や表示などの UI がシンプルでわかりやすい点だね。説明書といい充電表示といい、かなり使いやすそうだよな。イヤホンの操作も側面を触るだけでいいから、再生、停止、スキップなど、簡単にできちゃうよ。ワイヤレスイヤホンを初めて使う人も安心だな。さて、特徴を紹介してる裏では有名どころの洋楽を何曲か聞いてみたりしてるんだけど、使用感や聞いてみた感想を述べていくわね。まずは使用感。イヤーピースやイヤホン自体の形状がとてもフィットしてて、この装着感の良さは正直驚いた。普段は AirPods Pro を使ってるんだけど、ウプ主の耳の場合はこっちの方がフィットしていたかな。ちなみにイヤーピースはデフォルトの中サイズでちょうど良かったです。おそらく小も大も耳にフィットしてしまえば装着感はそんなに変わらないと思うぜ。そして気になる音質なんだけど、全体的に低音が目立ち、高音は平坦な印象。音量を変えても小さい音から大きい音まで安定した音質で再生できてたわね。物によってはノイズが発生したり、音量の幅が少ないものもあるからな。音質については好みもあると思うので、低音重視の方におすすめできるのと、FPS ゲームをする方にもおすすめできそうです。興味のある方はぜひ、概要欄のリンクから確認してみてほしいぜ。また、このイヤホンの仕様なども概要欄に載せておくから、購入を検討してる方はぜひ参考にしてみてね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。アスタラビスター。